大変お待たせいたしました。キラキタ放送終了後の反省会でございます。本日もご覧いただきまして、そしてご参加いただきましてありがとうございます。まあ今年も残るところあと、本放送は1回ですか。キラキタトナカイさん、無言のトナカイさん、ゴールドね、うん、犯罪者だね。そうですね、また犯罪者だと思いますよ。あのポップを装った犯罪者だと思います。あのね、これ犯罪者か、またあれだね、あの地下深くに潜っていくあの、はい、観光の人だね。そうですね、なんかライトみたいな感じになってますけど、それがもうちょっとウェブ映しましょうか、ほら、ね、炭鉱だよね、これ、ね、そうですね、炭鉱の方ですね、うん、どこ、今日はどこ掘ってきたんですか。あそこ掘ってきたよ、すっげえ買ってんのお前。やっぱりツイキャス鉛にした方がいい。方言、方言にしましょうね。カテゴリー方言にしました、また。今日はまた方言の匂いがしてますんでね。え、で、どこ持ってきたって。地下120メートルあれ。どこですか。おめえ、あれ買ってんのこれ。何が硬かったんですか。うん、こう横から叩いてもね、うん、折れないね。なんで横から今度縦から叩かなきゃいけないんだね。なんで横から叩いたんですか、そもそも。掘るんだったら上からこう叩けばいいじゃん。棟梁がよ、棟梁が横からやるっつんだよ。で今日はね、ちょっとね、とても気になるんですよ、本放送の、ね、本放送のゲストの方がとても気になる、うん、どうですか、どんな感じですか。犯罪者が今ですね、ちょっとですね、今日ラードマックスさんですね、ゲストの方がとても私たち個人的には気になる方がね。普通の人だぞ。違う、ダメですね。たたずまいは普通だもん。いや、たたずまいは普通かもしれないですけど、もしかしたらそう、たったら後ろに、うん、とっても面白いね。本丸はこの人の気がしてきた、逆に、うん、あれいつも何時ぐらいに来るって言ってました。昼か、うん、じゃあ今日は大丈夫じゃないですか。ですね、なんかね、言っていいな、あのこの曲に、はい、このラジオ曲に自称はい、中島みゆきですっていう人が来るって聞いたんだ、はい、そうですね。で番組に出せと、私は日本放送でも番組やってるから出せと、はい、うん、おかしな話ですよね。そちらで放送されてるんだったら別にここ来る人ないですね。別にそちらで放送されてるんだったらこの局に出る必要性というかですね、そこがちょっとまたね、どうなんでしょうねと思います。出てやると、うん、中島みゆきさんそういう方ではないと思うんですよね。だから過去ね、キラキタでもね、うん、出てやるって言った人はね、一人二人いるんですけど、うん、過去キラキタにも。そうですね、ね、あなたの頭縦長すぎて映んないですよ、さっきから。角度をね、すごい上にしないとね、うんうん、あなたの頭がね、うん、トナカイさんの頭がもっと上ですか、これ。完全者だもんな、はい、トナカイさん、トナカイさんマスクしないでしょ、あんまり今 ね、うん、ね、まあまあまあ、そういうことでね、ね、のだめだめちゃったもんだから。自称中島みゆきさんがいらっしゃるらしいっすよ。エクシンさん、そういえば来週でキラキタ今年最後の放送ですかということで、そうですね、そうなんですよ、あ、でそういえば先週の時計の部品ありましたかということで、ありがとうございます、ありました、ありましたよ、あの後、今番組やってらっしゃるね、はい、あのラードマックスって番組のね、はい、お二人がね、はい、探してくれました、探してくれたんですよ、はい、でこうやって無事なんとか時計のバンドもつけ、そうそう、はい、針金は一本の針金が見つかりました。ありがとうございます。一本の針金がないだけで、はい、時計は機能を果たさない。バンドとして ね、腕時計としての機能を果たさないわけですよ。ね、大事だね、一本の針金。はい、ね、やりたいんですか。あんた今日トナカイバージョンでやりたいですか。
やりたいんですね。わかりました。で、なんでまたあなたがフレームアウトするんですか。これはダメだよ、俺。そうですよ、だからトナカイさん。トナカイで。今日はそうそう、今日はそれでやめてます。これでやめたの、はい。今日はできますよ、僕、うん、プーチン、なんだな。これ、あの、特攻する人だよ。そうっすね。トナカイじゃないわ。なんだ。ミュージックライト紹介、曲紹介。一方の肺がんの簡単 TV をご覧の皆さん、はじめまして、プーチン&山田です。今回、私の大事な時計、針金一本で、腕に負けなくなりました。そんな気持ちを歌った曲です。聞いてください、一本の針金。売れるな。売れるな。売れると思います。むしろ売れるわ。むしろ売れると思うんですか、あなたは。育児先生、お二人は仕事納めは何日ですかって。今年の納めはでも僕31までありますね。うん。だってね、うん、何を持って仕事を納めるかね。なんでそんな深いところに入ろうとしてるの。そうですね。何を持って仕事を納めるんですよ。僕は31までありますよ。具志堅さんは逆にいつ納めですかね。今年みんなして仕事始め早いっしょ。そうですね。今回終わりも結構遅いんじゃないですか、ね、仕事納め自体は、はい、確かね、結構納めも遅い方が多いんじゃないですか、29とか30とか、うんね、で始まりも早くてみたいな、うん、多いんじゃないでしょうかね、うん、出てんじゃん、うちの番組やってるとこ。これですか、うん、これですか。いや、それもそうだけど、うん、もちろんここだからね。どこですか。紹介しようよ、せっかく。今なんかこういうのあってね、うん、北海道の FM のラジオ局の、うん、放送局のデータがあって、うん、出てんじゃん、出てんじゃん。うちのノースアイランドって番組がね、うん、あって見えねえな、これ。ノース出てんすか。いや、違う FM ビューさんとワイラジオっていう2つの今ラジオ局で、うん、これ映んねえな、これこの辺やってるんすよ。あ、FM ビュー、この感じですね。このアングルだ、このアングル。土曜日のね、うん、土曜日の今7時からノースアイランドやってますんで、うん、で、一応ネットでも見れるんで、はい、動画交えて見れますんで、西伊吹の、ノースアイランドもよろしくお願いします。西伊吹の Y ラジオもありますね、はい、うん、今度 Y ラジオさんもちょっと行ってみたいですね。 Y ラジオあそこでやってんの、僕らが行ったことある伊達の、はい、道の駅あったじゃん、伊達の、はいはいはい、あそこ、ああのガラス張りで見えてたとこですよね、うん、ああ、じゃああのサテライト的な感じの、そうそうそう、あそこっすね。ちょっと突撃、僕ら紙相撲やってましたから。あ、はいはいはい、あそこ歴史の森、はい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 、あそこなんですよ、スタジオが。あ、じゃあ行きましょうよ、うん、突撃しましょう。突撃して認識してもらえるから、そうそうですね。誰ってなんかね、うん、懐かしいな、FM 釧路さん懐かしいな、FM 小樽、 FM 小樽もあなた出てるでしょ、うん、カロス、場所変わったやつですかね、これ。そうだね、うん、あと FM アップルですか。アップル出たことあるの。なんかで出たんですよ、僕、うん、もうだいぶ昔ですけど、本当に20とか21とかそんなもんじゃないですか。アップルないっすね。で、三角山僕ないんですよね。ないっすね、うん、FM リベール、はい、旭川、僕出ましたね、はい、あと、釧路とですね、うんうん、っていう感じですね、うん、へー、
そうですか、そうですか。これ、大輔さんですか。これ、大輔さんの大輔さんか、もしくは大輔さん、うん、もしくは大輔さんいつモデルにされたのかな。これ大輔さんじゃないですか、うん、今日の髪の色と一緒じゃないですか。向こうは中島みゆきさんなのなんでカメラなんでカメラピッてなんで分かっててやるんですか本当にやんちゃだな、本当にダメですよ、そんなやんちゃばっかりしてたら、ということで、まあ、あの欲しいプレゼント今日やりましたけれども、はい、実際大輔さん何かあります、欲しいプレゼント。ありますかな、何ですか、物欲。いや、ありすぎちゃってさ。いや、そうなんですよね。どれって言われると絞るのが大変ですけど、ね、今まで欲しいの何って聞かれたら何だろうな。もうね、うん、電化製品はいろいろ欲しいね。ああ、そうですね、家電はいろいろ欲しいです ね、 ね、冷蔵庫とか欲しいしね。冷蔵庫欲しいですしね。僕古いんだと、もう洗濯機、それこそ洗濯機の話でエクシンさん出してましたけど、うん、僕洗濯機も古いんですよ、僕の洗濯機。だから洗濯機欲しいし、うん、まあ、もちろんパソコンとかも欲しいですし、うん、パソコンもね、まあ、うん、パソコンとか。だってうちだってパソコンね、買えないとね、うん、あの配信者が人いなくなりますよ。そうそうそう、だから買って送らないとですか視聴者よりも配信者がいない、配信者がいなくなるみんないなくなるんで、配信者も視聴者もいなくなっちゃいますからね。なんだろうな、いや、なんか確かにいろいろ欲しいものはありますけどね。ね、うん、逆にね、僕ね、でも家の中もね、いろいろもういらないものを捨てる断捨離的なこともしたいんですよ。あ、うん、なんかね、結局なんかこれも使える、あれも使えるって、僕どっちかっていうと取っといちゃうタイプなんですよ、うん、で、だん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 なんか捨てずにいろんなものが溜まってきたので、ちょっと断捨離、これを機にしたいなと。いろいろ捨てちゃうんすか切っちゃうんすか、いろいろ。いや、別に縁を切るとは言ってない、別に縁を切るとは一言も言ってない。ただ物はね、捨てたいなと思ってますけどね。あの、だってね、すごい断捨離の人前なん電話というか、はい、ボスですって言ってたのにはい、ミボスです、はい、ミボスですいや、その前にニュース、あの銀平さん、海サンタパイセン、こっちになりますそうそう、あのエクセス、そうそう、物をそうですね、捨てるか売るかしたいなと思ってて、前なんかニュースですごい物を持たない人で、本当になんかもうパソコン1台とかしかないとか、うん、食器とかも全然持たないで、もう部屋とかも何もないみたいな生活をしてる。で、一家で本当に旦那さんも奥さんもパソコン1台だけとか、うん、で、子供はスマホだけとか、うん、っていう人もなんか最近増えてきてるらしくて、うん、それ見た時に、それに比べたらうち物たくさんあるなみたいな、うん、ね、思うわけですよね。じゃあ全部捨てちゃうか、捨てますかね、ポイッと、うん、なんかやっぱり人からもらったものとかって捨てれなくないですか。あ、誕生日プレゼントとかもそうだし、全部せよ、うん、誕生日プレゼントはクリスマスプレゼント全部せよ全部捨てますって今宣言してる何なんすか、何なんすか、それあなた何なんすか。いや、捨てるって言うからさ、断捨離するって言うから。いや、家のものはね、うん、いや、ただだからその家のものの中にはあ、じゃあそうそう、いろんなプレゼントあるでしょ。だからプレゼント的なものなんかなかなか捨てられなくて、うん、うん、今ここで捨てます、ここで、僕捨てた方がいいね、あの線引きします5年以上前のものは捨てようかなと思います。プレゼントであっても、自分で買って使わないなと思うものと
プレゼントに関しても5年以上前のものはちょっと一旦捨てるなり売るなりして売る売る、いやあれですよ、物にもよりますよ。もちろんなんか親友とか別に心がね気兼ねない人とかのもらったものとかはなんか逆に売ったりとかして、それで逆にその人にご飯をおごったりとか、うん、なんかそういう使い方もありだと思うんですよ、うん、そういうのが7つもあるの今ただ2つしかやってないです。まだ2つ。あ、7つかと思った。2つ。まだ2つ。2つだ、うん、だからちょっとそういうものを捨てたりとか一旦しましょうか、うん、で家もね、もう本当にいらないもの捨てたくなってきたんですよね。あ、うん、もうずる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 物が溜まってきちゃってね、うんうん、だからどうですか、 なんかそういうのないですか、部屋の中なんかこういらないもの捨てなきゃなとかないですか。ありますあります。僕も、うん、突然断捨離に走ることってそうだ、この人は突然断捨離っていうか普通に捨てますからね、必要なものも捨てますから、ね、必要なものも捨てますからあの僕と違ってもらったものとか簡単に捨てますからねいや、それ否定しませんけど、はい、びっくりしますよ。あ、だって、うん、あれですよ、大輔さんに結構あのこれ捨てそうだから持っといてとかってよく言われますそうですそうです、言います言います、言わないと、はい、なんていうの、次に行けないんです、ね、いや、言うてもね、うん、この人次に行けないって言ってますけど、うん、もらって1週間とか、うん、もらって1週間とか2週間しか経ってないのに1週間とか2週間しか経ってないのに、うん、捨てないと次に行けないって言います、うん、言います言います。なんていうの、あの使い切ったら、はい、まあ使ったらもうとりあえずそれで用を果たしたじゃないですか。1回使えばね、1回使えばね、うん、でも捨てていいじゃないですか。用、いや用を足し切ってないものとかも捨てようとするじゃないですか、あなた。うん、うん、だって一回も使わないですって言おうとしてることとかありますよ。使えないと思ったら捨てるみたいな、使う前から、うん、あるじゃないですか。使わないと、使えないと思ったの。いや、でもそれが、それが心のこもったものだったりとか、うん、結構悪いトナカイじゃないの。そうそう、悪いトナカイですよダークトナカイですよダークトナカイ。捨てるよ。いや、なんちゅうんだろうな、いやだからそれはまあなんか使わずにもうホコリかぶってとかだったらまだ分かるんですけど、使わねえわ、ホコリはたまもうホコリにもなってないわ、うん、もらってそんなちょっとしか経ってないね、いらねえから捨てるっていうね、うん、そう、あからさまにちょっとそれはさすがに早すぎないかっていうところもあるわけですよもうちょっともっとこうみたいな、うん、もらったんだから。いや、全部捨ててるわけじゃないよ、うん、でも捨てようとは思うじゃないですか、うんうん、それはゴミ箱に入ってないだけで心の中ではもういらないから捨ててる。いつまでもあったらこれ一生あるなって思ったらその人に捨てますね、うんうんうん、そのだから見切りをつけるのが早すぎるんですよ、うんうん、見切りは早いですね、うん、見切りは早い、見切りの早い音、見切りも捨てる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 、見切りの早いトナカイ、見切りの早いトナカイもうね、ひどいですね。見切りの早いトナカイってそれは使えるのか使えないのかって話ですけどトナカイさん見切り早かったらちょっと困りますけどね、まあね、だからちょっとまあまあまあね、あのまあ大掃除の時期でもありますし、うん、まあ、ちょっとね一旦、まあ、何年も前でもうずっと使ってないものとかはちょっとね捨てたり売ったりしようかなとは思ってますけどね。しかもそうだから僕ね、売るのもだからその人に還元するために売るんですよ、ね、ただ捨てるだけじゃなくてねっていう話ですよその人に還元しなくたっていいじゃん、稼いでるって思わせばいやだから別にこれをこの間これを売ってお金にしたものだよっていうふうにはしないですよ、もちろん。いいやん、別に何ですかダークトナカイ真っ赤なお花のダークなトナカイ真っ赤なお花のダークなトナカイなんだいつもみんなをこけ落としてるでもその年のクリスマスの日ダークなトナカイは言いましたこんなものは
捨てちゃいなさい早く捨てちゃいなさい見切りが大事この女だほらどんだけ悪いキャラに当てんだよどんだけだよ見切りが大事もうキラキラ6年でさこんな踊ったことないぞそうですね、そうですねそんな踊ってないですねそんな、しかもそんな機敏に動くことないはぁ、ひどいローレ売れるんじゃないですか真っ赤の花のダークなトナカイっていう曲でねクッシュンさん、来週は年末年始を占うのかなまあ来週はそうまあ1年最後の放送なのできっとね、まあ、占ったりもするとは思うんですけれども、うんうん、まあダークなトナカイ怖いなすぐ捨てるもんな見切りが、まあ大人はね見切りが大事な時もありますからねそうそう、うん、ただパッパッつってすげえ軽快に踊ってましたけどだからやっぱり自分がねあの乗るものというか、ね、自分の心地よい雰囲気の時にやっぱ踊るわけですもんこのダークな歌詞を歌ってる時はもうやっぱり乗る人を貶める感じだとまあ乗るひどいトナカイだなだって、うん、なんすかだってなんすかいや人生においては大事だと思いますよずる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 といくよいやだからそうですよ別にズルズルモテとは言ってないですけど見切りが早すぎるんですよ自分一番長いんじゃん人のこと長い長い言っといて誰よりも長いじゃんこれ何この人この人何これ煙突みたいになってんじゃんこれそうですねここからクリスマスプレゼントをね、ここから入れてほしいわけですよ。ここからこう。なんこれなんすかね。あこんな感じですね。これだからシェフですよ、シェフ。シェフかい。こんだけ帽子長かったから、長いからめっちゃ美味しいの作れますよ。そうだね。ああスネ夫みたいな感じになりましたね。この前のビアそうだね、そうだね。うん。これは何だこれ、これ何だ。なんか昔こういう人いたね。昔こういうベレー帽子みたいな感じ。なんか、うん、なんかパイプみたいな持ってる芸能人みたいな、ね、いたね。いましたね。なんか評論家みたいな人いたね。そうですね。なんだこれ誰なんだよ。こういう感じですね。いやだからねこういうブーツなんですか靴下なんですかわかんないですけど、うん、これを用意してプレゼントも欲しいわけですよプレゼントの一つでもねこんだけでかかったらいろんなもんもらえると思うんですよね、うんうん、還暦のお祝いにしか見えんそうですこれどんな感じですかそれ怖いなそれ見えないなんかあれチャーリーとチョコレート工場とか出てきそうないやチャーリーとチョコレート工場ってあれ怖い話ですよね皆さん見たことありますチャーリーとチョコレート工場あれ結局あれなんですよチャーリーさんがね、うんすごい美味しいというか売れてるチョコを作ってるんですよ、うんでその工場にね、うん記念に、まあ、子供たちを招待します、うん、でそのチョコの中にね、うん招待状が入ってたら、うん、その工場に行けますよで子供たちとかがもう頑張ってチョコを買って、うん、その工場行きたいんですけど、うん、でもその工場のチャーリーさんですよ、うん、チャーリーさんは実は子供たちをね、うん、あれなんですかチョコにしようとしてる結局なんか食べちゃおうとしてるのかなあれあなんかそういうストーリーなんですよ、うん、なんか怖いんですよあれ結局しっ
かしよくでも映画のストーリー覚えてるね。ああ、何回も見てから。ええ見ますよ、それは、ね、うん、僕ね、うん、映画のストーリー1回見てもね、うん、すぐ忘れる。あ、だからあれですよ、なんかあんまり面白くないなと思ったものはそんなに入ってこないですよ、もちろん。僕もね、記憶の断捨離も見事なのね、うん、そうですね、うん、だから1回目映画見に行って、うん、まあ、例えばね、うん、例えばまた同じ映画をもう1回見に行きますみたいなシチュエーションがあったとしたら、はい、あったとしたら、はい、覚えてない。普通に新鮮に見れる。でもそうしたらそうですよね、2回目でも新鮮に見れるからいいんじゃない、うん、そうそうそう、すごいね、いい脳してるの。いい脳いやね、たくさん遊んどきゃよかったなと思って、うん、ちょっとすみません、ダブルシーンに行ってみます。あら、自由ですね。行ってらっしゃいます、うん、たくさん遊んどきゃよかったって今でも遊びやったじゃないですか。遊んどきゃよかったよね。まあ、ね、これはもうクリスマスモードですからね。まあ今年もですね、あの方は今 WC に行ってらっしゃる方、誰とは言わないですけども、お忙しいみたいですからね。来週 の22日のね、あのスケジュールもね、ずいぶん前からね、あの何時集合っすかっていう風にね、確認がの LINE が来たりしてね、いやーお忙しそうでね、本当あの申し訳ないなと思って。だからこの間もね、あのWC 行った人にね、LINE で送ったんですよ。あの、忙しいのにごめんねって、22日、よかったらキラキラ来なくていいんだよなんて、ね、言ったぐらいにしてね、もう、ね、毎年毎年お忙しい方で、いいですね、クリスマスが忙しいっていうのはね。さん、よもすえニュースとかやりそうだな。よもすえニュース最近やってないですね。ね、なんかでもね、もうちょっと明るい話題にしようかなと思いますけどね。よもすえニュースあれやってた時って、あのよもすえだなっていうネタを募集してたんですよ。だけどあのほぼほぼ最後の方はね、牛乳パックで紙相撲の番付編成員の田中さんしかあの送ってなかった記憶がありますけどね。身内みたいな感じですからね、そんなね、身内同士で送ってどうするみたいな感じになってましたけどもね。これも方言じゃなくてよくない？方言のカテゴリーじゃなくてよくないもん。まあいいの？ね、ね、還暦のお祝いにしか見えなかったですよね、さっきのこれ。あとね、今そうだ、 WC 行ってる人またお腹壊したんじゃないの。私すぐお腹壊すんですよね。大丈夫かな、何食べたんだろうな。あ、ツイキャスご覧の方、一旦止まります。すぐ再開します。はい、再開しました。そうそう、これ僕しか今いないから言おうかな。あ、皆さんありがとうございます、ありがとうございます。近々っていうか、今喉の状態が戻んないであれなんですけど、スイキャスのね、ノースアイランドとは関係ないところですけれど、なんか歌の配信やると思います、近々。あ、今 WC から出ましたよ。もうちょっと喉の状態良くなったら、お知らせします。たまに歌の配信、なんかツイキャスとかでやってみようかなって思ってますんでね。
ダブル C さん、ダブル C さん、はい、ダブル C です。どうですか、大丈夫ですか。大丈夫です。またなんかお腹壊されて、はいね、そうですね、大丈夫ですか。ダブル C 大丈夫です。大丈夫ですか、はい、なんかまたね、変なの食べてないですか。大丈夫ですか。どうなんでしょう ね、大丈夫だとは思うんですけど、去年の今頃ウィーボーさん休んでたねって。そうだ、あ、そうですわね、はい、そうです、そうです。なんか熱出したりなんかね、あ、胃腸炎、胃腸炎で点滴打って。そうだそうだ、そうです、そうです、胃腸炎で点滴打ってましたね、はい、いやいや気をつけてよ、はい、クリスマス忙しいんだから。何なんですか、別に来週ね、何も別にクリ話したんですよ、来週ごめんねっていう話を。別にクリスマスだからどうのとかそういうの関係ないです。忙しいのにごめんねって。もう来週はだから皆さんいいですか、うん、来週は皆さんお忙しい中、うん、海坊主さんが来てくれます。別にクリスマスだからとかじゃないですよ。いつもそうですけど、この番組だから我々もスタンス変わらなきゃいけないと。何ですかそのスタンス。大変今日はお忙しい、もう来賓みたいな扱いですよね。本日は大変お忙しい中、このキラキタのスタジオにお越しくださいました LINE の海坊主様でございます。ありがとうございます。お招きいただきましてありがとうございます。今ご紹介に預かりました海坊主でございます。今もねちょっと一つ学会をね、やってきまして、今ね一つの答えにたどり着いたわけでございますけれども、私はですね、まあいろいろそうやってね、分刻みで、スケジュールを持っておりましてですね、こんなところに出てる場合じゃないんですよ。何なんすかこれ。それ何の学会出た人ですか。その格好で。何の学会なんですかそれ。もう何の学会だったでしょうね。矢印学会みたいな。そうです、矢印学会。で都合悪いことだったら顔隠す。何だそれ。顔隠れた瞬間みたいですよね。なんすかこれ。赤を選んだ人はこっち、青を選んだ人はこっち。こういうのに使えるんじゃないですか。閉店からから。昔キョンシーっていたじゃないですか。はい。でお札を貼られてるね、うん、なんか中国のゾンビみたいな、うん、最近あれ見ないっすよね。見ないね。今ちょっと思い出したんですけど、だってキョンシーだってあれすげえ人気シリーズじゃないですか。そうだね、キョンシーって知ってます皆さん。上の上の覚えてます。で息を止めてたら襲われないんですけど、うん、普通基本襲われるんですけど ね、 そうだね、息を止めてたら襲われないんですよ。覚えてるんですよ。ファミコンのカセットでキョンシーあったあった あ、 ありましたよね、うん、あれめっちゃ面白かったんですよね。ね、やったやった。なんて言うんでしょう、普通のロープレみたいな状況をやりつつ、うん、アクションの要素もあってね、キョンシーと戦う時はアクションみたいな。そう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 、あれめっちゃハマってたんすよね。面白かったよね。で夜になるとキョンシーが出だすんですよ、うん、あれ面白かったな。あれちょっともう一回リメイクしてください。リメイク。あれできないのかな今。あれできないんですかね。あれすげえ面白かったんだけどな、ねね、うん、キョンシーっていうもの自体がもうなくなってたもんね、うん、キョンシーどうしたの、どこ行ったの。絶滅したんじゃないですか。絶滅したの。あれ面白かったんだけど、なんでキョンシーだけは絶滅したの。他みんな残ってんじゃん。キョンシーだけって、キョンシーと 何のくくりですか。キョンシーだけって、何のくくりなんですか。他いたじゃん、なんか。なんですか、ランボーですか。なんかさ、そうそうそう、そうそうださ。ランボー、スターウォーズだってまだやってんじゃん。うん、なんでキョンシーなくなったの。だからキョンシーだけ絶滅したじゃんって、何のくくりの中のキョンシーだけって言ってんすか。他にも絶滅したのあると思います。みんな続いてんじゃん、だってさ。みんなってだから何のグループですか、そのグループ。何のグループを言ってるのか言ってくださいよ。キョンシーだって、僕はキョンシーとスター・ウォーズ同じグループだと思ってないですから、まず。何のくくりなんですか、それ。キョンシー、キョンシーと 何かグループなんですか。スタジオジブリまだ残ってんのか。なんでキョンシーだけなくなっちゃったの。キョンシーとスタジオジブリとスターウォーズをやって、確かにキョンシーだけは絶滅してますけど。なんで絶滅した。毎年やってんじゃん、これ。わかんないけど、うん、わかんないけど、キョンシーとスターウォーズとスタジオジブリを一緒にしちゃいけないと思う。そうなの。なんで
いや、その3つだけで言ったら確かにキョンシーだけ絶滅してますけど、うん、そもそも同じくくりじゃないじゃないですか、それは。あの例えばですよ、キョンシーとかグーニーズとか、うん、なんかその辺は絶滅しましたよね。あ、そうか、うん、あのその辺のラインじゃないですか、ラインとしてはキョンシー、グーニーズ、男は辛いよあれも終わっちゃったな。そうですね、キョンシー、グーニーズ、男も辛いよ終わっちゃったよね。そうだね、そこ絶滅したんだ。男は辛いよ、なんで終わったんだ辛いからじゃないですかもう辛いんですよ、限界だったんですよ。グーニーズなんで終わったんだ。グーニーズも辛かったんじゃないですかグーニーズは辛いよっていうグーニーズもちょっとな、うん、ね、うん、何をちょっとかな、あと何でしたっけ、なんちゃらホーム、スイスな、スイートホーム、スイートホーム、そうそうそう、うん、ほらこの辺のラインは一緒だと思うんですよ、確かに。あ、うん、まあ全部絶滅しちゃいましたけどね。サダコは、サダコ絶滅してないですね。あ、まだやってんの、やってます、続いてんの、はい。あ、そっか、サダコ続いてます。また来てんだ。また来てますね。だってなんやかんや毎年出てないですか、その名前をいろいろ変えて、ね、うん、そのなんか、なんかバースデーみたいな、うん、リンクゼロバースデーみたいなのが、なんかちょいちょい貞子さん出てくるんですよ。貞子さん出てくる。貞子さん結構人気なんですよ。そっか、うん、だから貞子がなんで生まれたかみたいなのとか、うんうん、そういうのでいろいろなんやかんや貞子は続いてます。キョンシーはどうして生まれたか、なんて言うの。いや、僕が聞きたいぐらい僕に聞かれても、なんだよ、なんで。キョンシーこそまた ね、巡り巡って今やってもいいと思うんですけどね。ね、うん、ね、どうして渥美清さん生まれたかと思うせっかくが見たいじゃんそれはちょっとまた話が変わってくるそれは話がまたちょっと変わってくるそうなの、うん、そうですね、 人になってます人がなんで生まれたのかって言ったら、もうそう、お父さんとお母さんがね、いろいろあったんですよお父さんとお母さんがいろいろあってね、いろいろあって、いろいろあって、うん、生まれたんですよ、うん、キョンシーはでも違うと思うんですよね。お父さんとお母さんがいろいろあったからといってあれ生まれないと思うんで、うん、ね、そこら辺とかやった方がいいと思うんですよ。そこ、うん、キョンシーね、うん、やってもいいよね、確かに、うん、あれ何でしたっけ、キャラクター誰でしたっけね、なんか名前も結構あれですよ、主人公たちの名前も結構面白かったですよね。何でしたっけね、もう全然覚えてないな。なんか太ってるのとか、なんかいろいろいたじゃないですか、キョンシー。なんかいたよね、わ、うん、かります、わかんないんじゃない誰もいや、皆さん世代は逆に僕らより知ってるんじゃないですか。そうなの、キョンシーだって一世風靡したでしょ、あれ強かったな、キョンシー。キョンシーもうね、何しても倒せないんですよね。あ、そうだ、それでなんかデブキョンシーとかいたじゃないですか。あ、普通のキョンシーとデブキョンシーといてね、でデブキョンシーめちゃめちゃ強かったんですよ、ね、でキョンシーやりましょうよ、D ファインでキョンシーやればいいですよ。嫌ですキョンシーはキョンシーのままにしておこうよ。キョンシーのね、だってこうやって立って吹っ飛ばされてもまたそのまま起き上がるみたいな。うちに作らしたら大変だよ。なんでですか。だってあのパレードキョンシーとか出てくるよいいじゃない、よくわかんないキャラいっぱい出るよ。マスクとキョンシー、マスクとキョンシーマスクとキョッキョマスクとキョンシーなんかこんなことやってるうちにさ、最初に解説者席行くんだっておとなしく。そうですね、戦わねえんだもん、あれ。そうですね、ダメだよ、戦う占い師って言っといて戦わないですけどね、うん、いやでもなんかいろいろ思い出したらもったいない名作たくさんありますね。ね、キョンシーもそうだしね、うん、そうか、キョンシーは興味ないかエクスチェンさん、湘南の風誰が止めるんでしょうかね。キョンシーだ、キョンシーキョンシーが止めるんだ。キョンシーの歴史作ってやるかな、もう海坊主動くでも本当誰止めるんでしょうね、湘南の風はね。来年もただちょっと間が空くわけですよ。このちょっと間空く間に大輔さんが湘南の風を捨てないかどうかなんですよこの人捨てるかもしれないですからね1ヶ月だったな、1ヶ月近くもあれば大輔さん捨てるかもしれない。誰も予想してない、誰が止めるんだ、大輔さんが止める大輔さんが息の根を止めるっていうね間違って間違って息の根を止める
ありますよ、この人の、この人の断捨離具合。ねえ、急に土俵とか捨てるかもしれないですからね。いやいや、でも普通に考えたら、でもやっぱり今日のね、取り組みとかを見てると白石島だったりとかね。いや、ただね、今また新しい力士が増えてきてるので、今日の力士面白いな。そうですね、なんかライドオンしてるんですよね、うん、あれとか逆にでもすげえなんかまた食わせ物感の匂いも少ししてるんですけど、そう、あのパタンって倒れるかもしれない。ちょっともうちょっとちゃんと見ないと分かんないですけどね。湘南の風と戦わせてみたい力士な、うん、でもそれこそ今の藤の飛びだったりとか、あの辺とか面白そうですけどね。そうだね、うん、あれ、あとあれじゃないですか、それこそ白鳥大橋とかとやったことありましたっけ？ないない、ないですよね。あの辺とかとやっても面白いかなと思うんですよね。そうだね、なんかちょっと白鳥大橋には頑張って上上がってもらって当たるようにね、うん、うん、まあちょっともうまたあれですね、幕の内復帰が決まりましたよね。そうそうそう、うん、なんかあそこでちょっと優勝戦線残ればもしかしたら当たるかもしれないですしね。あの辺とかやったら面白いと思うんだよな、きっとな。だから今後だからちょっといろんな力士とね、ちょっと当ててほしいなと思いますけれどね、うん、なんか田中さんからさ、はい、すごい画像送られてきてるね、この間。ああ、そう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 。土俵の土俵、ね、国技館を作ってるらしいんですよ、うん、ちょっと見せ、うん、今見せても大丈夫ですよね。まあ、試作、あれは試作品だから、うん、試作品の段階なんですけど、なんかすごいの作ってほしいんですよ。まあやっぱね、見た目豪華なのはやっぱすごい。うん、作ってるんだってよ。なんていうキャラクターなんですか、それ誰くんですか。ダークトナカイ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 。で、これが土俵なんですけど。すごくないですかこれ。僕はミモさんのことを何でも知ってるよ。あのこれすごくないですか。ダークと仲良い、ね、ほらこうね、ミモさんのクリスマスの予定はダークと仲良い。音を見えとしますよ。音量見えとすることなんてね、私にはあの なんだかできるんですよ。ほらミモさんの、ね、クリスマスはねもうね大変なんだから。ほら今こうやって今声出てないですからね。もうね、すごい忙しいんだよ、特に来週。こらこらこら、こらこら。全部言ってやりました。あれですよ、ね、明石家さんまさんとキムタクさんのあの三択ってあるじゃないですか。あれとかで、ね、花粉を上げたり下げたりする、うわほほほほってこうミュートできるやつ、あれ欲しいです。花粉欲しいです。あの危険な、ね、遠くに入るとガシャコンってできるやつね。いやまさにミモさんも男は辛いよですね。エクシェンさん、来週はケーキ買ってくるんですかということで。いやまあまあね、これはもうやっぱり毎年恒例ですから、また私ちょっとねコートドールさんからケーキを買ってこようかなと思いますけどね。そのケーキについても僕は何でも知ってるんです。ダークトナカイ。ダークトナカイ。なんすかそのケーキをね。あれですよ、今回はしかも、その僕のね、その卸売の知り合いはまたケーキとプラスまたなんかいろいろつけてくれるって言ってたのでね、また来週ちょっと一緒にみんなで食べたいなと思ってますけどね。ダークトナカイ。いやー、だんだん腹立つ顔になってきたな。ダークトナカイ、この角もいでやろうな。クリスマスのケーキはいいんですか、ミュートしなくて。クリスマスのケーキはコートドールだけだ。放送を終了したいと思います。グッドの回。これ以上だと危険なので、放送を終了したいと思います。ということで皆さん、来週はね、あのキャラクター最あの今年最後ということでね、皆さん元気にお会いしたいと思います。ではありがとうございました。さよなら。